ついていった蝶々、新見南吉。街角で風船売りのじいさんが風船を売っていました。赤や青や黄色や紫やいろいろな風船玉は頬をすり寄せながら風の吹く方へなびいていました。一匹の白い蝶々が風船玉のところへ毎日飛んできて、 一日中遊んでいくのでした。蝶々はたくさんの風船のうち一番小さい赤い風船玉と大変仲良しでした。ある日赤ん坊を背負った子守がやってきて一銭でその小さい赤い風船玉を買いました。買われていくとき赤い風船玉は言いました。蝶々さん さよなら。けれど、白い蝶々は言いました。いいえ、私はついていきます。そして、蝶々はひらひらと赤い風船玉についていきました。小森は並木道を通って公園の方へ行きました。糸で繋がれた風船玉は小森の後からついていきました。そして、その後から 白い蝶々はついて行きました。子守は公園へ来るとベンチに腰掛けて子守歌を歌いました。年々よう、年々よう。しかし赤ん坊より先に子守の方がうつらうつら眠り始めました。白い蝶々は心配そうにこれからどこへ行くのと風船に聞きました。 風船は、僕知らない、と言いました。その時、子守は風船の糸を離してしまいました。赤い風船玉は空の方へ登り始めました。白い蝶々もその後について登っていきました。僕、どこへ行くんだかわからないから、蝶々さん、もうお帰りよ、と風船玉は言いました。 いいえ、わたし、ついていきます。と、白い蝶々は言いました。風船玉と蝶々は、高い高いところまで来ましたので、町が、積み木細工のように小さく見えました。ついてきちゃダメだ。僕はどこへ行くのかわかんないよ。と、風船玉は言いました。けれど、白い蝶々はついていきました。 まもなく赤い風船玉と白い蝶々は見えなくなってしまいました。